皆様、ハイタイ。本日の写真里は沖縄県本島中部の中城村に来ています。沖縄にある9つの世界遺産のうちの1つ、中城城跡を写真里しに行きたいと思います。沖縄にあるお城はグスクと呼ばれ、高台に建てられていることが多く、海と街を一望できるので、実は絶景を楽しめるスポットなんです。では本日はこの中城城跡の映え写真だけではなく、歴史もお伺いしながら写真里しに行きたいと思います。なのでスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。どうぞ。はいたーい。こんにちは、中城若者歴史塾です。アンナです。はい、中城若者歴史塾のカオルです。はい、同じく中城若者歴史塾のリエです。よろしくお願いします。中城若者歴史塾ということですが、はい、具体的にはどのような活動をされてるんですか？はい、私たち中城若者歴史塾は、はい、若者が集まって地域のこと足元から学ぼうよということをモットーに、月に1回フィールドワークを通して村内の歴史、県内全域の歴史をみんなで学んでいる若者歴史塾ってグループですね。わあ、すごい、はい、すごい素晴らしい活動をされているんですね。はい、実は私も先日参加させていただき、参加させていただいて、もう本当に楽しくて、もう次から次へと知りたくなって、なる気持ちになったので、また次回も参加を楽しみにしております。ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひ興味ある方は参加されてみてください。はい、楽しいですよ。ぜひどうぞ。はい、今日は写真映えスポットと、また中城城跡の歴史についても教えていただきながら、写真学にお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ではそれでは一度イエーイ。じゃあ、今ですね、はい、中の方にじゃあ入って、正門から入ってきました。行ってきました。はい、でですね、中城城跡はですね、はい、沖縄県内の中には世界遺産の城跡が5つあるじゃないですか。はい、その5つの中でも、当時の遺構を最もよく残している城跡というふうに言われています。そうなんですね。はい、80% ぐらいは当時のままの城跡が残っています。ですね、はい、ちょっともう見どころ満載で全部紹介できる時間がないんですけども、今日はその中でも私たちが、ピックアップした、ベスト3の見どころを、紹介ベスト3を、はい、いただけたらと思います。わかりました。はい、楽しみです。はい、じゃあ中の方にじゃあ早速進んでいきましょう。はい、こちらですね。はい、はい、西の方という場所ですね。はい、西の角という場所に私たちやってまいりました。はい、西の角、はい、そうです。はい、でですね、はい、今日入ってくるとき入場、はい、チケット売り場で、はい、チケットをもらったと思うんですけど、はいはい、もらいました。それ持ってますか？持てますよ。これですかね。これです。そうです。この表面にちょっと絵が描かれてるじゃないですか。描かれてます。はい、これがですね、実はこの場所なんですね。はい、西の角、そうなんですか？はい、に比べてみたら、はい、これがですね、そうです、今からだいたい170年前ぐらいにアメリカから黒船に乗ってペリーさんという人たちがよく歴史で学ぶかと思うんですけど、琉球に訪れた時にこの探検隊を編成して沖縄の中を、何ですか、探検隊を歩いてこう回ってるんですけども、その時に中城城跡も来てるんですよ。でその時に一緒に、来ていた画家のハイネさんっていう人が描いた絵を、この絵になります。このハイネさんが描いた絵が残ってたってことですよね。そうです、そうです。でこれを、見比べてみると、はい、よくわかるんですけども、わかりますか？はい、ちょっとこちらが正門、今入ってきたところですね。はい、で、この階段がその手前にある階段と見比べるとわかると思うんですけども、はい、でこちらの城壁がこの手前にあるこちらの城壁になります。でこちらちょっと違いが分かると思うんですけど、こっちにアーチ門があるじゃないですか。はい、しかし今アーチの門がないですね。ないですね。はい、ということは170年前には向こうはアーチ門だったということがこの絵から分かるんですよ。はい、なのでこういうふうに、当時と今と見比べて
ちょっと写真撮ってみたりするのも面白いスポットかなというふうに思います。そうですね、はいはい、こういうふうに歴史を学びながら散策すると、うん、なんかこの違った視点で見れるので、はい、また楽しみが、ね、そうですね、はい、ぜひこれを知ってるのと知らないのとではまた、うん、楽しみ方が全然違いますので、うん、ぜひまたこれを見ながらでもいいし、うんうん、また来てください、はい、ぜひ見比べてみてください。はい、一つ目はペリー一行、画家のハイネが描いた中城城跡西の郭を写真だと。今からこの絵を再現したいと思います。はい、はい、それでは、はい、水木さん、はい、第2つ目の写真里スポットを紹介したいと思います。次はこちらです。こちらですね、行きましょう、はい、行きましょう。はい、水木さん、ここが南の郭、南の郭です、はい。はい、ここが私たちのおすすめする写真里スポットです。はい、中城城跡のこの南の郭は一番御滝が多くて神聖な場所だと言われております。そうなんですね。はい、で私たちの今後ろに見えているこの御滝がクーグスクの追部といって久高島の方向を向いています。はい、こちらは久高島に向かってこう。うとうとする場所、はい、そうになっております。はい、でこのクーグスクのお夢のこの御滝の石の形をちょっと見てほしいんですけれども、はい、何かの形に見えてきませんか。何だろう、何かのこの形に見えてきませんか。形、そう、全然わからないですね。ヒント、ヒント、沖縄の守り神と言われてます。もしかして、うんうん、シーサーですか。お、どうですか、シーサーに見えてきません。シーサー、横を向いてるシーサーです。ヒント、こんな感じですか。そう、こう向いてるシーサーです。ここが顔で、ここが顔で足で、見えますか。本当だ、見えてきました。はい、ここまあ、もともとこの形に作ったんではないですけど、うん、自然の形でこのような形になったと言われております。なのですごい写真だとスポットかなと思って紹介させていただきました。アンナさん、はい、すごい、私今実は面白いわっていうので、うん、沖縄ならではのこう自然にできた不思議な形をした面白い岩を写真里としにしてるんですが、はいはい、もうまさにこれも面白い岩ですね。あ、本当ですか。ありがとうございます。ぜひ写真里としたいと思います。はい、どうぞ。はい、シーサーの形に見えるクーグスクの追い部を写真里。中城城跡の聖域南の郭を写真里。はい、水木さん、はい、それでは3つ目の、3つ目ですね、本日写真、はい、だとスポットを紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ少し、もう少し前にお願いします。どこですか。はい、もう少しだろう。はい、こちらです。こっち、はい、じゃあこちらですね、中城城の北の郭に来てるんですけども、はいはい、こちらから二の郭の城壁を少し見上げてほしいんですけども、はい、はい、こちらですね。はい、こちらですが、先ほどもお話に出てきたペリー提督一行がピラミッドを連想させるような城壁ということで称賛した場所だとも言われています。ここのことだったんですね。そうです、こちらです。すごい、本当だ、はい、こちらからすごい、もうものすごく綺麗な形をした城壁なんですけども、こちらをぜひぜひ写真里スポットとして私たちおすすめしています。ここもまさに写真里スポットですね。はい、はい、確かになんかこう美しいですね、城壁、石積みと石積みが綺麗に、もうちょうど天気がいい日にはもうさらに写真日和ですね。はい、はい、じゃあ3つ目はここを写真里していきます。はい、こちらです。はい、3つ目の写真里はペリー一行がピラミッドのようだと称賛した二の郭の城壁を写真里。はい、では本日の写真里は中城城跡のおすすめスポットを3つ写真里してきましたが、皆様いかがでしたか。イエーイ。
私も改めてこう歴史を学びながら、また映えスポットもたくさん写真撮れたので本当に嬉しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございます。はい、最後に安野さん、中城村の PR もお願いします。中城村とても自然が多くて、うん、とってもいいところで、中城城跡の他にもいろんな隠れたスポットがあるので、今後もいろいろと紹介していけたらいいなと思います。海側にも美味しいご飯屋さんもありますし、海もとっても綺麗です。ぜひ中城村に遊びに来てください。はい、そして中城若者歴史塾の皆さんはインスタグラムもされているということなので、はい、はい、ぜひ皆様フォローもよろしくお願いします。よろしくお願いします。活動報告とかを上げてます。はい、それでは皆様、またやったい、中城に遊びに来てくださいね。マッチョイビンドー。